漫画の世界のことではなかったカラス山の新チームで首相となった棚橋誠一郎は豪川対策として、ピアノを上げた。スイングスピードを速くするとか、高めの球に手を出さないとか、そういう問題じゃない。あのリズミカルな投球は、もう完成じゃないと打てない。音感で運動神経を磨こうとピアノでクラシックを弾きまくりましたよ。水島真二、ドカベンのリアルトノーマが、いた。 一番打者の棚橋誠一郎は、ピアノ効果。か、その後にルイダを放つなど、合川内に一定の成果を残す。カラス山の一学年下の右翼手、山本敏夫は、合川さんの投球を8ミリで撮影したのを見ましたが、バックスイングからリリースまで一コマだった。腕の振りがすごく速い同じく左翼手の滝田則夫も大きく頷いた。カラス山ナインは、 お名をすすぐために、ンを織り混ぜた作戦を講じた。ピアノ特訓は、穴勝がち的外れではなかった。作新学院 OB で、2週間だけ野球部に、在籍した、ゲンフリーアナの染谷刑事。R、F、ラジオ日本アナウンサー時代、同じ作新出身で、当時阪神ヘッドコーチだった島野以降、7年12月15日、63歳で死去から、 作新同士だから、特別に教えてやるよと、興味深い秘話を聞いた。合側の野球は、ワルツなんだよね。点3拍子のリズムなんだよ。振りかぶりから、右足のヒールアップまで体を沈み込ませながらのテイクバック。そして、胸を張り出してのリリース。この投球リズムが、寸分の狂いなく繰り返され、短いインターバルから、逆スピンのかかった号球が誕生するのだ。 と熱っぽく語った。染谷刑事が、1、2、3より、1、2の3の方が、タイミングよく投げられるのでは、と振ると、合側ののは、天性。最初から体に染みついていると返したという。さらに、島の以降は続けた、作新の効果も、4分の3拍子なんだよね。合側のリズムと一緒、光満ちたりがい。 果てしなきで始まる作新学院歌は、指揮者、作曲家の外山おすさんの作曲で、校歌では珍しい三拍子のメロディーである。ワルツのリズムで投げ込む号側に相対するための、棚橋聖一郎のピアノ特訓は、目には目をまと対抗策として、ある意味、効果的。だった。これを号側に向けると、確かに三拍子だけど、効果から思いついたわけじゃないよと徴した。 でもと続けたのが、一のフィールアップだった。あれがゴーガ側タク独特の投げ方でも、解説者としては進めない。フィールアップは疲れるし、体の上下動が激しくて、コントロールも悪くなる。振りかぶった後、右足のかかとを跳ね上げる動きがフィールアップ。左足を顎のあたりまで蹴り上げるために弾みをつける一連の動きだ。ゴーガ側は誰に聞くでもなく、 このフォームを体得した。小学生の頃の天竜川での石投げで、風に乗せるため、どの角度で投げるのがいいかを探る過程で、かかとの上げ方を試していた。豪川内の策は、カヌマ商工でも進んでいた。2年時の練習試合で、14玉だけの、ひとし完全を期した。これで敵を追ってと、野球部講演会が奮発巨人王サダハルが使用していた、順。 石井ブランドの高級バットを10本寄贈した。保守で4番の葉山正幸は、ヘッドを3センチほど切って短くしたバットで、振り負けしないようにした。3年夏の県大会一し踊り時決勝でも対戦たった1アンダで完封されたが、この、あわやを逃れるアンダは、4番が記録したものだった。豪側にひとたび回答を許したチームはどこも、様々なテレンテクダで雪辱に動いた。 継承略イコール続く開き括弧玉置き始め閉じ括弧2017年4月13日月本誌掲載年齢、肩書きなどは掲載時。